はい、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、ね、今結果報告が届きましたけども、いや結果出てましたね。あののんびりとした動画と、まあね、ハードなトレーニングとは言えないあの緩やかな口調でね、果たしてどのぐらい結果出るのかなと思ったんですけども、出てますよね。でここで大事なのが、なんかのねダイエット広告みたいに10キロ落ちましたとか20キロ落ちましたとかね、5センチウエストが縮まりましたとか言って、ああいう風なね急激なリバウンドとか、あの健康状態のね、ちょっとこう調子を悪くさせるような、そういうものではないんですよ。やっぱりね急激に痩せるのも良くないんですよ。急激に痩せると体を壊したり、あとねリバウンドのこのリスクが高まったりするんで、徐々に減らすことが大事なんですよ。その小さな変化の第一歩をミスター M さんがね感じさせてくれたんではないかなと思いますので、動画説明欄からその結果報告をご覧ください。